この白熱した対戦では、剛腕、俊麗と樋口リガイルが、それぞれのキャラクターを完璧に操り、現在のメタに乗っ取った戦略を駆使しました。剛腕は迅速な攻撃とコンボでプレッシャーをかけ続け、一方、樋口は堅実な防御と空中のコントロールで剛腕の突進を阻止しました。重要な局面で、両者は激しい攻防を繰り広げ、相手の動きを予測する力が勝敗を左右しました。リソースの管理が勝敗を分けるポイントとなり、ドライブゲージや体力を最大限に活用して、最後の瞬間まで緊張感が続きました。最終的に、攻撃性と慎重さのバランスが試合の行方を決める結果となりました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。していきましょう。非常に興味深い試合見届けさせてもらうぞ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。激しいつばぜり合いが続く。どうだろう。さあ画面中央での戦いがしばらく続いているが、意識のアンテナは上にも張られていた。いやー見事、気持ちよく決まったね。今カリーを使って展開を作っていく。互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここから試合は中盤となる。 TC を使ったコンボルート、バーンアウトした。ちょっと危ないなこれは。さあ高所を発動、ゲージを1本使っていく。大きな体力差になってはドライブゲージが希望となるか。どこからハリアラを通すか。攻めのドライブラッシュ。この飛び道具はどういう仕組みで出ているんだ。ここでドライブゲージと体力ともに限界が近い。 SA 発動、そしてこれ KO。 良い決着だった。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました。見事、素晴らしい接戦であった。ファイト。次の替えの飛び道具か。これはハリーが炸裂。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。いやこのラウンドはどうなるんだ。ドライブラッシュでマンコの距離で打ってきた。おっと、さあここから、ここでバーンアウト。ここまでなのか。ソニックで牽制する。で攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。捕まえて投げ飛ばす。いやすんごいな。もっと我が輩を楽しませるのだ。強烈な連撃を浴びせていく。この後もある。プレイヤー1、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返すか。さあここから、これはでかいのが入ったか。逆転を見ているか。攻めのドライブラッシュ、ラッシュするか。ここで画面足バーンとする。まだ諦めるな。わずかなに火力とともに一気に逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。よく折れずに戦った、さすがだ。ファイトラウンド、ファイト。火力、これはドライブ。ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。全身全霊で戦うがよい。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。気持ちでぶつかっていってほしいね。ここで SA 発動しているが、おっと、いやどうだ。さあここからは差し合いの領域となる。プレイヤー1、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。いくか、見事なドライブインパクト。いやすんごいな。プレイヤー2、体力リードで受けにもうまく投げが通った。素晴らしい投げだ。これは抜け出せない。ラッシュするか。前に出てうまく投げが通った。見事だ。ゲージを使ってきた。もっと我が輩を満足させてみろ。プレイヤー1、つないできた。隙間がヒットする。プレイヤー1、いいリズム、いい間合いが取れている。どうした。
ました。ボスとやり合うのだ。この武器が勝敗を大きく左右しそう。戦い楽しみにしていたぞ。試合の序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。弾で様子を見るか。ゲージを使って SA をコンボに絡めていく。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。プレイヤーはドライブが使えないバーンアウト状態だ。さあここだ。投げるにはやや遠かったか。コンボ完走してフィニッシュまで、お見事。いいね、とどめまでしっかり。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。ドライブラッシュにゲージを回していく。マイステップ。次はどう出る。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。すぐこの切り返しはケアしていた。いやーよくガードした。バーンアウトしている。まだ諦めるな。さあ気候症を発動。素晴らしいコンボ選択、冷静に状況判断できていた。いいね、とどめまでしっかり。盤石の立ち回りが見えたラウンドでした。これを崩すのは容易じゃなさそうです。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしい。さあスピンバードキックが刺さる。見事だ。SA 判断、ここからどう展開する。ここからが大事。ソバトで牽制しつつラッシュするか。プレイヤー1、シノキ、ここで投げに行く。あっぱれ、やるではないか。このスーパーザ通るか。何、反撃は通らず。プレイヤー1、ドライブなどが使えない厳しい状態。ここは強気で攻めていきたい。投げる、綺麗に投げていったね。プレイヤー2、この画面端でどうやって料理するか。投げが決まった。素晴らしい投げだ。投げる。見事だ。しがたに生きてきたぞ。ハリーする、ここで勝負あり。我が輩を楽しませてくれ。さあ開幕、両者はどう動くか。よろしく頼む、期待している。ターゲットコンボをしっかり決めていく。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。ここでオーバードライバーズ、これを混ぜることでリズムが変わる。リーナスがかかる。プレイヤー2、バーンアウト、スーパーアーツを使っていくわ。そうか。さあ体力と SA ゲージともにで何もさせずに倒しきった。ああ決まったね。最後まで噛み合ったラウンドとなりました。ここからどう展開しますかね。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところかな。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。でプレッシャーをかけつつも百裂百裂、ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。いやー見事、気持ちよく来ましたね。もっと我が輩を楽しませるのだ。なんとか端から押し返した。ターゲットコンボ選択、落ち着いている。これはいけるか。しかし油断はできんな。ソニックレッケ、ドライブラッシュで前に出る。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。この世界の人たちは当たり前のように飛び道具を飛ばすんだな。中足を見せて。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ここは中足、インパクトは通さない。今のは見えていたんだろうね。投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。
さあここでバーンアウト。ここまで俺はもう太陽が対策に昇華している。よく折れずに戦った、さすがだ。ファイトラウンドファイト。いやゴーマドライバース、ここからチャンスになるか。天空脚で打ち上げて、ここから両者ここで投げに行く。綺麗に投げていったね。さあ終盤ドライブラッシュで勝負をかける。差し合いの距離、ね、この距離で打ってきた。これは一戦の蹴りが降り注ぐ、天に向かって相手を浮かす。もっともっと争うがよい。ここで球を打つ、ソニック。さあここ中盤バーンとする。地獄の沙汰ほど面白い。うえっ、ここでゲージを使っていく。これはクリティカルアーツになっている。大きなダメージと入り、精神的優位が明確になる。決めに行く。フリギア2ドライブなしで気合でしのげるか。さあ軍団にドライブして距離を詰める。ソニックブーム、この状況からオーバードライブ発動であろうか。ソニック距離はある、仕掛けるのはどっちだ。弾のプレッシャー重くのしかかる。ハリーが耐える。ソニックブレードで自分のターンに、飛び道具で語りかけラッシュに行く。フィギュアス繋げた、で決着。よくやった、これが見たかったのだ。プレイヤー1一進一退の勝負よ。旬で華麗な足技で戦う現 ICPO の捜査官、黒い月事件の被害者だったリーフェンの保護者、宿願だったシャドルー壊滅を果たし、現在はカンフー教室を開いて街の人々と親しんでいる。ヘイト、犯罪、はっきりしない人、ライクス、休日、リーフェンと買い物、ハイト、169cm、ウェイト、秘密。見てくれてありがとう。